は山ぶどうのカゴバッグのご紹介をさせていただきます。山ぶどうに憧れるけどちょっと敷居が高いなと思っている方にこそおすすめのアイテムです。まず一つ目がこちらです。ザ・カゴバッグといった感じのスクエア型のものになります。内側はこのように巾着になっておりまして、中が見えるのを防いでくれるようなとても使いやすい作りです。でこちらは小ぶりなのでお出かけに使いやすいちょうどいい大きさになっております。背の低い方でもバランスよく持っていただけるかなと思います。続きましてこちらはラウンド型のカゴバッグです。このようにちょっと珍しい山のような形になっております。内側は先ほどの巾着のものと打って変わって、このようなスカーフのような上にかぶせるような形になっているので、ちょっと隙間から物を取り出したりできます。でこちらは先ほどのものより少し大きめになっておりまして、形がこういう柔らかい感じになっているので女性らしく持っていただけます。はい、こちらは今までの、メッシュ編みとはまた打って変わって六角花編みというとても手の込んだ編み方になっております。このようにちょっとお花のような感じになっております。単体でも花があるのが魅力になっております。山ぶどうのカゴバッグは親子3代で使えるというのが、とっても特徴になっております。なぜ3代かといいますと、山ぶどうの鶴の寿命が150年あるというところから来ています。鶴1本で車1台を引っ張れるような強度のある素材になっております。普通のカゴバッグでしたら大体1年使うと乾燥したりしてパサパサして来年使うのどうかなという感じになってしまうんですけども、こちらはお手入れがすごく簡単で、手でこのように慣れてあげると立ち上がれてきて色味もとても深くなっていきますので、天然素材の植物なんですけども、レザーのように長く使っていただけるようになっております。先ほど手で慣れるとツヤが出てると申したんですけども、他に他のメンテナンス方法としては蜜ろうなどのワックスをなじませることによってさらにツヤになったり長くお使いいただけるようになります。あとは手で持ちますと手の油でここばっかり色が濃くなっていくということがあるんですけども、その持ち手にスカーフや手ぬぐいなどを巻くことによって色の経年変化を緩やかに抑えたり、あとは毎回新鮮な感じで色の服装に合わせやすく持っていただくこともできます。山ぶどうのカゴバッグは、他のものと比べましてセンサー本数がとても少なくて貴重なものとなっております。私たち別品店、カバン専門店にもこの時期にしか入らないとても貴重なバッグですので、ぜひこの機会にぜひお店に来てお手に取ってご覧になってみてください。